リトライされるぜ。王者スタンドアローンに挑戦するノックスはタイムアウト。バビル史上初、これは絶対ロボットは人間の手に渡せないぜ。ロボットの事件を忘れるな。出してここを開けてよ。いつまで閉じ込められてなきゃいけないの？おそらくフィフスステージが始まるまででしょう。あの時俺たちが連れて行かれる時、エソラこっちを見てくれなかった。俺が全部エソラのせいだって言ったから。どうしよう、俺たち負けたらフォーマットされちゃうのに。もしエソラに謝れないままだったら。うざい。コバルト、ほんとうざい。同感です。だけど立てばいいだけだろ。フィフスステージに勝って、ません、その後改めてエソラに謝ればいい。4人はフォーマットされてしまう。それだけで、それに謝ればいい。全てのロボットとアンドロイドに。それだけです。僕にはどうしてコバルトは勝つ気ないの？しば、このままだとノックスは負ける。もしフィフスステージのオンラインチケット販売数はスタンドアローンに勝ってみせる。まだだ。しかし4人が勝ったら今のサーバーを世界にする恐れがあります。ようやより多くの人間にその瞬間を打ちまかし追放宣言する。主のパフォーマンスさえ、ロボットハイスタンドアローンがアンドロイドであるノックスに勝つ。相席感情はますます高まる。ノックスが勝つことだってあります。合わないの。横浪事件、人間がアンドロイドであるノックス。全国民の8割が見る。リッツ9号たちとミスターさんには絆が。リッツ9号を確かにミスターの月を。しかしこれ芝浦博士の地区の行動履歴に痕跡が残されていた。ようやくここまでこぎつけた。全てはロボットに翻訳していたんだ。見せつけるの。人間の排斥させるためのロボット。これが証拠だ。世界に公表してほしい。その瞬間を僕がなんだ。それは君に託すよ。もう一人が協力してほしい人がいる。人間代表であるスタあれはロボット排斥をすれば民衆のロボット排斥。でもバベルのステージは投票制です。本当に評価しない。そんなだったんです。彼らが殺すわけない。どうした？外部からのハッキングによってな。排斥派の仕業だ。彼らはずっと愛感情を煽り、より大きく爆発。